こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、どうする家康深掘り企画、秀吉の奥州列強への意地、から入りは単なる侵略なのか。どんどん南吉をね、はい、この前三英傑の宗教観ってなりましたよね。そうですね。日本っていうのは大昔の卑弥呼とかは別にしてね、初期の天皇とか、うん、政治を使う時に宗教的な権威を使うっていうのが、まあ奈良時代ぐらいまでかなぐらいの感じで薄れたんですよ、うん、ですからこの戦国時代、安土桃山時代においては天皇陛下はもちろん、この三英傑たちも政治的なものと宗教的背景が切り離されているわけですよね、はい、ところがヨーロッパっていうのは長い成り立ちで政治と宗教や貿易セットなんですよ、うん、この違いが秀吉を怒らせたんじゃないかっていう仮説でお話をしたいんですね、はい、ね、南紀市長なんかもさっき打ち合わせでは賛同していただいたコンセプトなので、うん、この形で進めてみたいと思います。お願いします。ではですね、まず信長秀吉とバテレンたち、まあさっき言った政治っていうことと貿易不況は分離できるのかできないのか、うん、っていうことなんですが、あんまり難しい話では別段ありません。まずバテレンって言いますが、うん、バテレンというのはポルトガル語のパードレ、神父さんという言葉が変容したもので、宣教師という意味で考えてください、はいはい、ですから国の偉い人ではなくて布教活動をしている人々です、うんうん、キリスト教のね、ということですね。でそもそもその戦後に作られたなんか GHQ だかどこだか知りませんが、そういう歴史観だと信長っていうのは仏教と対立してキリスト教を庇護していたイメージがあると、はい、いうふうによく語られるんですけども、記録を見ると特別にキリスト教を厚遇したという痕跡はない、うん、だから前の動画みたいに文化としては尊重してたけど、はい、それは仏教も神道もしており、で自分に逆らうところは全部ダメ、うん、つまり政治は別って考えですよね、はい、という考えなんですが、一方では当時は鉄砲の弾と火薬は輸入品だった、うん、鉄砲が大事だ、火薬や弾は輸入品だってことは、信長だろうが、まあ、秀吉だろうが、まあ、最後は家康だろうが、海外との貿易振興は重要なるテーマだったわけです、うん、下っ端の人は知らないけどかなり偉い人は貿易振興は大事、はい、じゃあどこの国とこうやって貿易してったらしまいに海外情勢も気になりません、うん、ですから海外情勢もかなり掴んでただろうと思います。信長はそんな中、これはフロイスが日本史で書いてるだけですけども、日本96カ国の絶対君主となった暁には一大艦隊を編成して民国を武力で征服する構想があったとされています、うん、言うだけはただですっていうレベルだったと思います、はい、それどこじゃないみたいなということですが、続いてこれもフロイスの日本史ですけども、じゃあ秀吉になりましたね、いろいろその織田家をその取っちゃえとか、いろいろ今度は家康をやっつけろとか言って落ち着いてきた1586年、はい、大阪城に家津会の日本副官区長、つまり宣教師のナンバー2ですね、うん、ガスパル・コエリョという人物が訪問しました。でコエリョに対して秀吉は、秀長に日本を譲り朝鮮を通じて民国を征服したいんで軍事的協力をお願いしたい、征服後は中国人をキリシタンにし日本人も自然と大半キリシタンになるだろうと構想を述べたというふうになっていて、そのためには便宜も何でもやりますよっていうふうに持ちかけて大阪城の天守閣まで自分で連れてって、うん、いい景色でしょとかやったという記録が残されています、はい、でこれを手がかりにすると、秀吉はまず1、列強と組みたかった、うん、で2、海外情勢も詳しいから民国が弱体化してると思っていた、うん、3、ここが大事ですが、この発言は政治はこっちねって、だけど貿易と布教でしょあんた宣教師なんだから、
それは好きにじゃんじゃんやらせてあげるからそれでいいでしょっていう話なんですよね、うん、で日本式だから秀吉はそれで通ると思っていたわけです、はい、つまり明国を攻めようがどうしようが政治はこっちがやりますと、戦いもこっちがやります、その分だけど貿易と、宗教はあなた方の好きにしていいですよと、うん、儲けなさいよと、でなおかつみんなキリストにしちゃえばいいんじゃないの、うん、っていうぐらいのスタンスなわけですよね、はい、ですから政治と宗教貿易っていうものは切り離されてるわけです、うん、っていう形で話をしていて、秀吉もそれで欧州列強とは組める組みたい、うん、こんな情勢だったわけですよ最初は、はい、ところがギッチョンですよ、これ字がやけに小さいですけど、翌年九州征伐に行ってみると、長崎ってそれまでは小さな乾村だったんですよ、はい、要するに栄えてない、そこが港になった挙句にイエズス海流になって要塞化されてる、まあ、大友宗麟とかいろいろあったんですけども、うん、そういうふうにして自分たちのなんか領土みたいにしてるわけです、はい、それ政治ですよね、うん、で長崎港から奴隷として人々を輸出したり、まあなんていうんですか、お寺とかぶち壊したりで、石見銀山等っていう秀吉が貿易でその財力にしようと思っている結構すごい銀山も狙ってるみたい等々が見えてきちゃって、秀吉激怒りです、はい、ってことはここで分かったことは、宗教をやってるはずが政治じゃんお前らセットでって、うん、結局お前ら政治の手先なんだろって、宗教家じゃないんじゃないのと思い始めたってことですよね、はい、だって政治はこっち、貿易宗教は好きにしていいよっていうシナリオだったのが、うん、いやいや我々ヨーロッパは政治はその政治を達成するために貿易と宗教はいい話の道具なんですよ的に見えちゃったわけですよ、うん、しかも海外情勢も知ってると、いろんなところを植民地にしてる時には貿易やキリスト教素晴らしいですよっていう空気でみんなが馴染んだ頃にひっくり返しちゃってるわけだから、うん、だから秀吉は腹が立っちゃって、はい、結局長崎で小色らに質問をした上で、なんでこんなことすんだっつってバテレン追放令を出したんですね、うんうん、バテレンなんていうのは実は政治の手先だと、はい、宗教家でも何でもないと、仏教で倒そうってやって結束固めてるやつと変わんねえだろうと、うんうんうん、それはダメだよっていう体になったわけです。ですから仏教だからキリスト教だからっていうことじゃないですよね、うん、ところが貿易したくないです、鉄砲とかもあるから、ね、したいです。で完全にこれ二枚舌でした、うん、徹底しません。ですから大阪とかにも全然普通に宣教師がいるらしいんですよ、はいはいはい、でも二枚舌状態で貿易もじゃんじゃん続けてる、うん、で挙句にスペインに軍艦の購入を持ちかけたと、うん、そしたらスペインは政治的に考えてるから、はい、フィリピンに自分たちが取ってる野望があるんじゃないかって疑ったらしいんですよ、うん、であんまりなかったみたいなんですよ当時はだから結局フィリピンの野望があるんじゃないかと思ってスペイン側が拒絶、うん、秀吉はそれでますます列強に対して警戒心を強めません。そうですね、敵視してるってことですよね、うん、なんだよ組んでくんないじゃん、俺がよくしてやろうと思ったってお前ら俺を敵と見てんじゃん、うん、いう体にだんだんなったんじゃないかと感じてるんですよ、うん、で87年より朝鮮琉球、つまり明国を取るというと朝鮮だけ言ってるように思ってる人多いんですが、朝鮮琉球、まあ、台湾も少しあるんですが、ポルトガル領のインド、スペイン領のフィリピンにそれぞれ時期ちょっとずれんですが服属を要求します。うん、で特に朝鮮は明国に作法で守られている軍事的に体なので、はい、当然ふざけんなって強い反発をします、はい、なんで朝鮮出兵にまず至るんですね。うん、なるほど、はい、92年3月だからもう何年もありますよね。でも結局明がその弱体化しているとしますよね、はい、
列強が南米とか北米を取り始め、うん、次はアジアも取り始めてるんですね、植民地として。そうですね。で宗教や貿易を切り口にやって油断させたところでバビーンって言ってるわけですよね、うん、でその手口がだんだん見えてきた。じゃあ政治的なマインドが舞い上がって戦えば勝つとか、うん、いろいろなるから、結局ところ対抗意識が盛り上がって、先にちょっと民うちがびっしり行こうよ、はいはい、列強なんかに負けてねえぜみたいな対抗意識が盛り上がったと見られるわけです。なるほど。それが三国国割構想っていう朝鮮出兵後に出たなんつうの壮大な計画みたいに、うんうんうん、天皇陛下が中国に移って、中国全部仕切って、うん、日本は親王かなんかに移って、で自分もその中国に渡って寧波かなんかで貿易港を作って大阪のに匹敵するような町にして、はい、それでインドも取るわ、南蛮と対抗するんだみたいなノリになってっちゃったんですね、はい、だからこれはその空入りもなんでそうしたのっていうのは実は学術研究的にも無数に案が出てます、うん、意見が。でどれが正解かは今更わからんと、はい、とはいえ私的にはこの記録的なところから秀吉に列強への警戒と対抗意識が強烈にあった、特にその組もうと思ってたわけですから直近まで。そうですね。でところが政治と宗教をセットにしてきた、うん、挙句に敵扱い、そりゃはっきり言って自分も政治が優先になっちゃった、うん、っていうところが非常に大きかったんじゃないかというふうに感じています。でなんかそんなこと言うとバテレンがなんか侵略者みたいですよ ね、 そうですね。確かにそういう面はゼロじゃなかったと思いますが、実は彼らにも事情があります、はい、ご存知の通り1517年にルターが宗教改革をする、うん、でそれまではカトリックだけだったのにプロテスタントという違う一派が勃興するわけですよ、うんうんうん、ドイツとかを中心に、はい、でプロテスタントっていうところが仕切ってんのが牧師さんですよね、うん、カトリックが仕切ってんのは、神父さんですよね、はい、でカトリックからプロテスタントにどんどん切り替えられていっちゃうエリアが欧州の中でいっぱい出てくるわけです、うん、どうですかカトリックの人だと危機意識が出ません？出ます。でしかもそこら辺のところの対抗勢力が強いということで、それに相まって大航海時代以降どんどん先手を取って攻め込んでたのはスペイン、ポルトガルだったわけですよね、うんうん、ここはカトリックの国なわけですよ、はいはい、今もそうですが。ですからカトリックの国なのでスペイン、ポルトガルは武力による植民地活動も始まっていたところにキリスト教でカトリックを広めたいっていう欲求も強まっていたわけですよね、うん、プロテスタントへの対抗、はい、でこういうものを帝国主義と言うんですがね、政治支配よりもこの帝国主義は経済支配を主眼としてたともされています、うんうんうん、つまり領土を広げようと思ってんじゃなくて儲けようと思ってる、はい、どっかに植民地ができました、そしたらおい、ね、そこの外国にお店作って向こうの商習慣慣れて人雇ってビジネスして儲かった儲かんないっていうのとガーンってやっつけちゃって、おうちのもん買えっていうのとどっち楽です、やっつけちゃうね、でいい原料回せとか間違いなくそういう手だったわけですよ、はい、だから領土を広げるというよりはやっぱり貿易とか儲けようっていう意識が強かった。そこにこの宗教改革によるプロテスタントの台頭によるカトリックの危機みたいなものが相まっちゃった、うん、っていうことがその植民地政策を広げてしまった一番の大きい原因なので、じゃあ現場でその純粋な布教者のね南紀師匠がいたら そこのところでは純粋な気持ちになりません、うん、ね、布教活動の拡大をお前は使命を持って初めての国を知らない国に行ってキリスト教の良さを多くの人に伝えてこいって言った時に政治的な思惑入ります、はい、だから偉い人たちはその政治的だったと思います。そうですね。で宗教を切り離さないでいろいろ貿易をねてこにそうやってうまく食い込んでと思ってたと思います、うん、でも実際広めていた宣教師たちは純粋的な使命感に
その燃えていただろうと思うんですね、うん、ですからまあ列強も秀吉もトップ側は支配欲を持って動いてたでしょうと。つまり社長はここの会社が永続して儲かって給料を上げてって思ってるけど、現場のやつは俺はこの仕事成功させたいと思ってるわけですよ、うんうんうん、これ違ったって当たり前ですよ ね、 そうですね。でもその現場のやつも一味だろって言われたらちょっと違いますよね確かにここは区別していかなきゃいけない、うん、現場はそれでもピュアだったと思います。まあいずれにしてもそういう秀吉がありそれで、家康がありうんぬんという中でいろんな結果としては江戸幕府はキリスト教を禁教としただけではなくてその付き合う国もプロテスタントで新しく独立したオランダを選んだんですね、うんうん、なんでオランダとは付き合うよ、中国とオランダなんですけど、はい、は付き合うよと、あとはもう鎖国というような空気になるようになっちゃった、うん、つまりこの秀吉の時にうまく組んでたらどうなったんでしょうねっていうのはあるにしても結局秀吉を信用しなかったっていうよりやっぱり列強にとって譲れないラインは政治と宗教貿易はセット、はい、秀吉は日本なんで政治に宗教を使うって発想がないから、うん、文化としての尊重だから、だからどうしても、政治は俺、宗教布教はお前ら好きにやっていいよ、それで満足だろっていう考えちょっと埋めにくいっすよね。確かに、うん、これが最終的に秀吉を強硬的な態度にさせた原因なんじゃないかと私は仮説ですが考えているということをご理解ください。いかがですか南吉長。いや僕の考えも結構欧州に寄ってたなっていうふうに思うんで、うん、特にこの前の三英傑じゃないけど戦後やっぱりね占領軍であったりいろいろあったとして、うん、その神話的な歴史から大きく舵を切ったことがかえって外国目線をいっぱい入れることになったとやっぱり思うんですよ。そうですね、だから今度はもう記録そっちのけで雰囲気が出来上がっちゃう、うん、っていうのもやっぱりおかしいので、ね、どれが正解かは分かりませんが皆様にも新しい視点を持っていただいた上でまたこういうドラマ大河ドラマを楽しんでいただければと思います。今回の動画は以上です。南吉長とお送りしました。それではまた。